さすがに力を入れただけあって、このフレーミング機能、完成度非常に高いと思いました。次に登場する C スター S30 はさらに画角が広がるわけですから、このフレーミング機能でさらに大きなね、範囲を映せるし、あるいは、もともと広い範囲が映せるので、フレーミングの倍率をね、2倍ではなくて1.5倍にするとかね、 そういうことで今までシスター S50 だと2倍にしないと入らなかったものが1.5倍ぐらいで入るとすればスピードアップにもつながるのかなという感じがしますね。こんにちは、スミヤです。シティスターのね、フレーミング機能、素晴らしいですね。おととい、バラ星雲の比較動画を作ってくださいとい要望があったので、 撮影してみました。ドア3でもね、バラ星雲余裕で入るんですけれども、横長なんですね。それに対してースターは縦長なんですけれども、だいたい同じような画角でフレーミング機能を使えばね、入ることがわかりました。まあ若干ね、ースター S50 の方はちょっと狭い感じですけれども、バラ星雲のほぼ全体が 入りますね。はい。ただね、撮影に時間がかかったので、最後はね、右上の隅がちょっとね、欠けた状態で、撮影が終わってしまいました。まあ、深夜から始めたので、明け方、何時ぐらいまでやってたのか、ちょっと寝てたのでわかりませんが、バラセウン、ちゃんとね、シースターの2倍フレーミング機能でね、全体が入りました。 画質もね、やはり 4K の解像度になるので非常に綺麗に見えてましたね。まあもちろん、いろんな編集アプリでね、画質を向上させる方がいいとは思うんですが、取って出しでも十分楽しめる状況になってました。で、ドワーク3の方はなぜかわかりませんが、右側の方がちょっとね、明るいノイズが目立つような感じでした。 やはりね、フレーミング機能の方が小さい範囲を取るのでノイズが少ないのかもしれませんね。ですから、小さいセンサーでフレーミング機能を使ってセンサーのね、カメラのノイズが非常に少ないっていう感じで映ってました。シースター S50 ではフラット補正は全く必要ないような印象でしたね。 ただしドワー r 3の方はちょっと明るい部分と暗い部分があるので将来的にはねフラット補正が取れるモードが出てくるとより高画質になるんではないかなというふうに思いました昨日はねスマート望遠鏡はフラットファイルが必要ないという話をしたんですがシースター S50 についてはその通りですがドワー r 3についてはね ちょっと右側に明るいノイズが乗っていて、まあ、これがね、雲の影響なのか、ちょっとまだ確認してないんですが、雲の影響だったら、フラット補正は必要ないんですけれども、街灯りのね、被りが、ひょっとしたら反映しているかもしれませんけれども、いずれにしてもね、シスター S50 で撮ったフレーミング機能は、ほとんどね、 明るさのムラがなく撮れていましたので、やはり小さいセンサーで小さいものを積み重ねていくという機能がね、非常に秀逸ですね。フレーミング機能の性能すごいと思います。ただしね、時間がかかるので完成するかどうかはその日の天気次第ですね。昨日もね、通勤者アトラス彗星を2倍フレーミングで撮影していたんですが、途中でね、 雲が出てきて、上と下が完成しなかったですね。まあですから、雲が出てくるときは、フレーミング機能、完成しない危険性が常にあるということで、注意をした方がいいかもしれませんね。まあ、あの、一晩中ずっとね、雲一つない天気であればね、問題なく、2倍のフレーミングでも使えるんですけれども、でそれから、もう一つの、 お話として、c ースター S50 に入ったゲストモードについてです。私が以前撮った動画でね、ゲストモード必要ないんじゃないかと。オフにする機能を作ってくださいというふうに動画を作りましたけれども、ZWO のフォーラムの方でもね、c ースターのゲストモードをオフにする機能が欲しいという声があって、私もね、それに同意しますと。コメントを 書き込んでおきました。そうしたらね、ZWO の回答としては分かりましたというふうな返事が来てますので、多分ね、ゲストモードをオフにするモードがそのうち入るんではないかなと。次のアップデートで入ってくるんじゃないかなというふうに期待してるところです。さすがに力を入れただけあって、このフレーミング機能、完成度非常に高いと思いました。 次に登場するースター S30 はさらに画角が広がるわけですから、このフレーミング機能でさらに大きなね、範囲を映せるし、あるいはもともと広い範囲が映せるので、フレーミングの倍率をね、2倍ではなくて1.5倍にするとかね、そういうことで今までシースター S50 だと2倍にしないと入らなかったものが、 1.5倍ぐらいで入るとすればスピードアップにもつながるのかなという感じがしますね非常に C スター S30 に期待が高まるところですえ今夜もね通鎮者アトラス彗星ライブやりますので是非お越しください本日の動画は以上ですチャンネル登録グッドボタンメンバーシップよろしくお願いしますえいえいえい It-